体は中庭に植えられた伝説の桜の木がテーマで、主演はあのカオル先輩。私もだよ。ね、ひまりちゃん、後で一緒に演劇部の練習を見学しに行かない？そこにいるのは、あの時のお姫様じゃないか。もしかして二人とも、演劇部の練習を見学しに来てくれたのかい？お二人とも、子猫ちゃんたちの気持ち確かに受け取ったよ。ひまりちゃん、舞台のたびに私宛の手紙を書いてくれる子猫ちゃんがいてね、その手紙に残っていた香り、そう、今の君と同じ香りさ。ひまりちゃん、急なことで申し訳ないけれど、一つ私の頼みを聞いてくれないか。実は今、舞台でヒロイン役を務める子猫ちゃんから練習に遅れると連絡があってね。相手がいなくて困っていたところだったんだ。よければ私とダンスシーンの練習に付き合ってもらえないかな。ならば、私と踊ってくれるかい、子猫ちゃん。ひまりちゃん、私もダンスなんて。ありがとう、リミちゃん。おかげで素晴らしい練習ができたよ。なんだか夢の中にいたみたい。ひまりちゃんはこれでよかったの？どうやらもう少し遅れてきても問題なかったかもしれないわね。いやー、千里、私のジュリエットの到着だ。ええ、そうよ。あなたたちがカオルの練習に付き合ってくれたのね。ありがとう。おかげで助かったわ。さあ、練習を始めましょう。
次の公演は学園中の注目を集めていると言っていいわ。ああ、頼りにしているよ、千里。その前に、君たちにはダンスの練習に付き合ってくれたお礼をしなければね。どうか、これを受け取っておくれ。ああ、これってもしかして、次の公演のチケットですか？その通り。よければ二人にも私たちの公演を見に来てほしい。きっと素晴らしい舞台にしてみせよう。明日だね、ひまりちゃん。明日の放課後、めっちゃ楽しみ。そうだ、差し入れを何にするか考えなきゃだよね。二人とも来てくれて嬉しいよ。少し慌ただしいかもしれないが、ゆっくりしていっておくれ。これ私たち二人で用意しました。二人の気持ち確かに受け取ったよ。このお礼は必ずや舞台の上から届けると約束しよう。思えば二人とも毎日欠かさずここを訪れて応援してくれたね。そんな君たちに私たちも支えられていたよ。君たちはもうこの舞台になくてはならない存在なんだ。そうだろ、スタト。ええ、そうね。変わるな。言う通り、千里。心配しなくても大丈夫よ。少し疲れが溜まっているだけだから。千里。千里、大丈夫。私がついているよ。すぐに保健室。本当にごめんなさい。本番当日に体調を崩すなんて。これじゃ役者失格ね。いいや、こんなにそばにいたのに君が無理をしていることに気づけなかった。私の責任だ。どうか気に病まないでおくれ、千里。
今はゆっくり休んで、また元気な笑顔を見せてくれ。ありがとう、カオル。一人だけ心当たりがある。ひまりちゃん、どうか今日の演劇の舞台へ私と共に上がってはもらえないだろうか。君は何度も練習を見に来てくれた。時にはレッスンにも付き合ってもらったね。お姫様の役をお願いできるとしたら、ひまりちゃん、君だ。理由を聞かせておくれ。ではもらえないだろうか。でも、わかった。ひまりちゃん、私と一緒にこの木にお願いをしてほしいの。私にとって本当に大切な人はひまりちゃん、あなただから。ひまりちゃんとおしゃべりしてる時間は本当に楽しくて、いつもいつまでもこうしてお話ししていたいなって思うんだ。それに私が迷った時、ひまりちゃんはいつも背中を押してくれたよね。自分だってカオルさんに憧れてるはずなのに。ひまりちゃん、泣かないで。私はずっとずっとひまりちゃんのそばにいたい。そのことは伝説の桜の木にお願いしたい。
満開の桜の木の下、私はあなたと、これは私にとって嘘のような4月のある一日の話。巡り巡ってようやく見つけた本当に大切なもの。私たちは手を握り合って、いつまでも満開の桜を眺めていた。